はい、こんばんは。2月20日、22時20分の相場解説。これ1時間だけを見ていきますね。私が今朝申し上げたのは、ここのね、ゾーンを超えて、ぐーっと上の方に伸びてきましたねってことですよね。で、これで取られた方って結構多いと思いますけども、その後なんですよ。高値圏になりましたから、ここで山が1個できて、N を書いて上の方に行く。ことも考えなくちゃいけないよってことを申し上げましたよね。だからもう一回、初心者の方は、ここからエントリーして、ここからですね、エントリーして取れていると思いますし、中級者の方は、ここからエントリーして取れていると思いますし、上級者の方は、ここね、ここから入ってると思いますよね、根っこから。で、その上でなんですけども、これも覚えてますか？これがどうなるか、ヘッド&ショルダーになる可能性があるよと。高値圏でヘッド&ショルダーで、またこういう風に戻っていくと。もちろんヘッド&ショルダーの形っていうのは、いろんな形があります。こういうふうにね、頭が一個割れて、こんな感じでのもあるかもしれませんよね。だから綺麗になることってあまりないんですけどね。もしくは、N を前回みたいに2回ないし3回書いて、ずっとこのアリゲーターラインに沿ってね、上昇していくという形ですよね。この2つを、まずは、第一仮説、第二仮説として強く想像していかないといけないんですよ。第一仮説はヘッド&ショルダーで大きく下に、ね、潜っていく。109円で900を目指していく。第二仮説は N をダブルとかトリプルで書きながら、112円を突破していって、113円の方向に向かっていくってことです。この二つ以外は、考えないと。この二つ以外が来たときは、もうちょっと冷静になって、しばらく観察をするっていう、選択ですよね。だから、第一仮説と第二仮説、しっかり立てていくってことです。よろしいですかね。もうこの段階で行くんですよ。朝の段階ってのは、こうなって、こうなった段階で、今のね、仮説が、第一仮説、第二仮説が見えていないと、どこからもエントリーできないですからね。特にこういうふうに、高値圏がはっきりしたとき、ほとんど横ばいできたんですよ、これ。それがいきなりぐーっと急騰したときってのは珍しいんですよ。この高値圏で取れないと、もうどこでも取るところがないっていう風なぐらい、一番簡単な例題です、これは。以上でございます。明日、またよろしくお願いします。